这个就是 DP 复刻，我靠！はい、こちら希望スタジオ、青い地球を一緒に見ていますよ。あら、あすごいですね。あ何か何なんだあれ？なんか来たよ。なんだろう、光ってますよ。なんだなんだ？なんだ？この光は一体何なんでしょうか。あ、また来た。わ、レックウザですね。そうですよね。レックウザが宇宙にいました。すごいな。希望の前に今いるってこと？はい。他可能就是展示一下这个什么宇宙上放 3D 模型啊什么的。空気中の塵と水あるいは隕石を餌としていると言われているようです。今この宇宙空間に漂う微粒子を摂取しているのかもしれませんね。すごいとこに立ち会っちゃいましたね。なんか迫力すごいですね。これ考えると、わあ怖い。すごい。あら。行っちゃった。あ、早いな。レックウザは何億年もオゾン層で生き続けている伝説の存在だそうです。宇宙からずっと我々を見守ってくれているのかもしれません。猎空中一直保护着我们。ポケモンも含めてピカチュウもありがとう。ピカチュウありがとう。バイバイ。バイバイ。いるんじゃない？いるかしら。あ、ピカチュウの？おさ？什么东西？有个活动啊，一月一号到一月十五号。谁看得懂日文呢？解释一下刚才那个什么意思？先ほど仙台に登場した希望のクルーとしてお手伝いをしているピカチュウが皆さんの手元にやってくることが決まりました。あらま。ポケモンソードシールドのゲーム内メニュー不思議な贈り物の。インターネットで受け取るを選ぶことで、なんと今あの希望のピカチュウが誰でも手に入ります。得到一只希望的皮卡丘。金曜日まで受け取れるということですよ。じゃあお家にいながらインターネットさえつなげられれば、さっき野口さんの隣にいた特別なピカチュウが我が家に来るんですね。そうです。ただのピカチュウじゃないんですね。そうなんです。希望スタッフの。はい。かなり仕事ができるピカチュウだと思います。应该是配信活动嘛。2021じゃあ。ね、2021なんかね、これみんなで遊べるってことですよ ね、最初のプレゼントですね。一緒にね来てもらって ね、はい、楽しみにしてください。はい、神秘礼物、然后接受神秘礼物、通过互联网接受、不用输码、应该是你们都说领到了 Kibo 的皮卡丘，就是希望嘛，就是他刚才说的什么希望号，天上那个希望号，有什么特殊的吗？这一只，红球的皮卡丘，性格减速加工的，身上带着一个彗星碎片，反正都是一般般啊，就是没有什么那种逼的。看一下里面，21级的。带着彗星碎片，对，直接就可以拿，但是这就是用来纪念的嘛。哎，有庆祝，庆祝还有祈愿。哦，哎，初训加 number 210101，勇敢的性格，然后有一个奖章哦，特殊日子的特殊奖章，特别日子里的皮卡丘。恭喜烧饼赛赛，就这样结束了。宝可梦为十分开心的你庆祝。2021年的1月1日，好吧，原来是这样子。走了，下了，明天再见了，大家新年快乐，拜拜。